ああ、ちょうどよかったです。八神さん、待ちきれなかったもので。さあ、間宮ユイの家にはタクシーで行きましょう。相手は痴漢の被害者です。我々加害者の弁護人にいい顔をしてはくれません。真っ当にアポを入れれば断られると判断しました。だからアポなしで来たと。かえって相手を刺激しなきゃいいけど。今回は出たとこ勝負です。やむを得ません。さてどうなるかな。はい、源田法律事務所の白崎です。江原明弘さんの弁護人をしておりました。法廷で間宮さんに質問もさせていただいたかと思います。急に何の御用です？こんなの困るじゃないですか。何の連絡もなしに。どうしても直接間宮さんにお話を伺いたいことがありまして。それで申し訳ないんですが、いても立ってもいられずに。どういうことです？もう裁判は終わったのに。これって別にお断りしても構わないんですよね？すみません、突然ご迷惑でしょうが、少しだけお時間いただけないでしょうか？お断りします。お引き取りください。あ、ちょっとすいません、白崎先生の助手で探偵の八神と言います。は？ご存知ですかね、実は今あの江原さんが人を殺したんじゃないかって動画がネットに出てるんです。ただその殺された方は例の痴漢事件があった日の朝、横浜で生存が確認されてます。つまりあの日、都内で痴漢をしてた江原さんに殺せるわけがないんです。それが私とどういう関係があるんです？あなたが何も関係ないことを改めて確認するために俺らは来ました。それができたらもう二度とこちらにはお邪魔しません。10分だけお話を聞かせていただければ。でも。あ、ダメならいいんです。改めて出直します。俺ら下っ端なんで。次はちゃんと頭のいい責任者も連れてきますから。まあその時はいろいろ書類書いてもらったり録音させてもらったり形式ばっちゃうかもしれませんけど、ご了承ください。そんなの困りますよ。いえ、俺らが軽率だったんです。間宮さんのお気持ちも考えず簡単にお話を伺って終わりにしようなんて虫が良すぎました。やっぱり殺人事件のことなんで、ちゃんと人を揃えて手順を踏まないと。では改めてきちんとした形でお伺いさせていただくということでよろしいですか？今話せば10分で済むんですね？ええ、できるだけ手短にやります。わかりました。少しお待ちください。すいません、助かります。さすがですね。でも今のやり取りを聞いてたら、なんだか八神さんの言葉が信用できなくなりました。そんな、よかれと思ってやったんじゃん。冗談です。おかげで助かりました。間宮さんと話せるのは多分これが最初で最後です。慎重に行きましょう。こんにちは。どうも。こんにちは。突然お邪魔して本当にすみません。もういいですから、どうぞ。バイバイ。
礼します。それで私に聞きたいことって何です？痴漢の時のことはもう全部話しましたよ。ええ、ですがこれが最後だと思ってもう一度聞かせていただけませんか？もう判決まで出てるのに？そうですね、ご迷惑だとは思いますが。こんな面倒になるなら痴漢なんて捕まえなきゃよかった。いえ、とても立派だったと思います。痴漢に遭った時怖くて声を上げられなかったという女性は多いですから、彼女たちにとって勇気づけられる行動でした。でもあなたはその痴漢の弁護人なんですよね？そうでした。事件当日にあったことを順を追って聞かせてもらえますか？順を追っても何も、いつもと同じ通勤電車に乗ったら痴漢にお尻を触られた、それだけです。痴漢に会うまでは何もかも普段通りだったんですね。ええ。失礼ですが今日旦那さんは？まだ仕事中です。普段もこの時間には帰ってきません。あの、子供にもご飯を食べさせないといけないのであまり長くは。ええ、分かってます。それで2ヶ月前の事件当日、江原さんとは池袋から同じ電車に乗り合わせたんでしたね。その日までに江原さんの姿を見たことはありましたか？ありません。少なくとも記憶にはなかったです。この話だって何度もしました。私が言えるのはそちらの弁護士さんも全部ご存知のことばかりです。もう目新しい話なんて出てこないと思いますけど。矢上は並の探偵じゃありませんから、私や検察も見落とした情報を見つけられるかもしれませんね。今そう努力してるところです。防犯映像を見ると、電車に乗り込む時間宮さんの後ろにぴったりと江原さんが張り付いているようでした。この時あなたは江原さんのことを意識してました？ええ、誰かがずっと体を押し付けてきてるような気はしてました。私から離れまいとするような感じで。でも気のせいかもしれなかったし、満員電車の中でどうすることもできませんでした。その状態のまま電車は動き出してしまった。はじめは手の甲が当たっているだけのように思ってたんです。でもそれがだんだん露骨にスカートの中にまで入ってきて、あの人は満員電車でたまたまそうなったとか言ってましたけど違います。絶対に意思を持って私のお尻を触ったりつまんだり。悔しかったですよね。わかります。私も以前痴漢を捕まえて駅員に突き出したことがあります。個人的な意見ですが、男というのはちょっとした機会ですぐ痴漢になり下がるんです。なんで俺の顔をじっと見ながら言うの？私はどんな人が触ってきているのかも見えずに怖くてどうしたらいいかわからなかったです。もし声を上げたりしてもとぼけられたら恥ずかしいし、だから次の駅に止まるまでどうすることもできなかった。どうしたの？大丈夫、何でもない。もうすぐ終わるからね。お腹すいた？うん。そこで本読んでていいからもう少し待ってて。池袋から新宿駅までの6分間、間宮さんはずっとお尻を触られてたと。その間一度も痴漢の姿は見なかったんですか？ええ、怖かったし、それに振り返って手を引っ込められたら痴漢に逃げられると思ったんです。
だから電車が新宿駅にもうすぐ止まるというタイミングで、まずお尻を触ってた手をつかみました。痴漢の顔を見たのはその後です。電車のドアが開くとすぐに振りほどかれました。けど間違いなくあの人が私のお尻を触ってたんです。顔もはっきり見ました。そして逃げ出したあの人を追いかけました。ええ、全て新宿駅の防犯映像に映っていました。人混みの中でよく追いかけられましたね。その間江原さんの背中を見失ったりはしなかったんですか？かぶっているキャップが目につきやすかったし、あんな風にホームを走る人は他にいませんから、見失ったりはしませんでした。その時はもう怖さも忘れて、この人痴漢ですって。周りの人が取り押さえてくれてよかったですね。ええ、それにスマホで撮ってる人もいたので、もう逃がさずに済みそうだと思いました。心強かったです。なるほど、よくわかりました。でも今痴漢事件について俺たちの手元には一つだけ、間宮さんの説明と矛盾する証拠があるんです。どういうことです？痴漢事件のあった10月7日の朝6時半、三越葉博という学生が横浜市内の自宅で母親から送り出されました。そして彼は自宅近くで拉致された後、異人町の廃ビルで殺害された。これって、この映像によると犯人は江原さんです。え？殺された三越葉は江原さんにとって息子の仇でした。高校3年生だった一人息子をいじめて自殺に追いやった相手です。自分の手で殺さずにいられないほど憎かった。そんな。ところが問題はここからです。この殺人動画が事実を映しているとしたら、江原さんはあの日あなたに痴漢できません。被害者の死亡推定時刻から江原さんが東京に姿を見せるまでの時間はほとんどなく、まず移動が間に合わないんです。そして逆に江原さんが間違いなくあなたに痴漢をしていたなら、この殺人動画は捏造されたものということになります。私にそんなこと言われてもどう言っていいか。ですよね。だから俺らも困ってるんです。それで何かヒントをもらえないかとここまで押しかけてきました。そういうことだったんですね。今間宮さんのお話を聞く限り、江原さんが痴漢をしていた事実はひっくり返せませんでした。すると動画が捏造だったということになりますね。でもじゃあ誰が何のためにそんな動画を？わかりません。ここまでの捏造動画を作りには結構なお金がかかると思います。ハリウッドみたいな CG 合成なのか、最先端の AI なのか、とにかく安くは作れないでしょうね。そこまでしてなんで偽動画を作らなきゃいけなかったのか、それで誰がどんな得をするのか、お話を伺って推理を進める材料が揃ったんじゃないかと思います。ありがとうございました。そうですね、もうこれ以上お伺いすることはありません。突然押しかけて申し訳ありませんでした。それに嫌なことも思い出させてしまって。いえ、もうこれで全部済んだんでしたら結構です。八神さん、もう間宮結衣のところに行く？僕はいつでもいいよ。ああ、行こう。オッケー、そう来なくちゃね。もし本当に八神さんの仮説が合ってたら、間宮結衣は河合真也の殺しにも三越葉博の殺しにも関わってる。まあそうでなくても教師時代の桑名さんのことは聞き出せるはずだよね。
どうも、先日お邪魔した源田法律事務所の矢上です。え？また間宮さんにお話を伺いたいんですが。こないだ全部済んだと言ってたじゃないですか。だいたいなんでいつも急に家まで押しかけてくるんです？お引き取りください。実を言うと今日は弁護士じゃなくて探偵として来たんです。は？俺の他にもう一人います。彼は横浜99課の杉浦と言いまして。知りません。杉浦は偉人町の探偵なんですよ。ある事件を追ってて、最近ニュースになりました。清涼高校の沢陽子先生が自宅で殺害された件です。沢さんは間宮さんの高校時代の同級生ですよね。13年前に黒川学園を卒業した後、沢さんは偉人町で高校の先生になってたんです。聞こえてますか？どういうご用件ですか？陽子ちゃんとは卒業以来会ってません。私がお話できるようなことなんてないですけど。事件の前、俺はたまたま彼女の自宅に来てた北方先生と出くわしてます。北方先生は覚えてますか？黒川学園であなた方を担任してましたが、楠本満君の件があって学校をお辞めになった。彼も沢さんの事件に関係してるようなんです。他の人を当たってください。なんで私なんです？もちろんこれから他の人も当たります。俺たちは沢さんが巻き込まれた事件を調べたいだけなんです。間宮さん、彼女とは特別仲が悪かったわけでもないんですよね？いえ、どちらかといえば悪かった気がします。そうですか。よかった。でしたらぜひそういう立場の方からもお話を伺いたいんです。もうすぐ主人が帰ってくる時間なんです。手短にお願いできますか？そのように努力します。ご協力ありがとうございます。お待ちください。どうしたんだろう、間宮さん全然出てこないけど。そうだな、またドアホン鳴らす？すみません、お待たせしました。部屋が散らかっていたものですから。今日はお子さんは？今は英会話教室です。もうすぐお迎えに行かないといけません。それは旦那さんに代わってもらったら？もうすぐ帰ってくるんだよね。そんなことあなた方に言われる筋合いはありません。そうだね、出過ぎたことを言っちゃった。それで何を聞きたいんです？楠本満を覚えてますよね？ええ、高校時代の同級生です。河合真也というクラスメートにいじめを受けて校舎から飛び降りました。13年経った今も意識が戻らないそうで。陽子ちゃんの話じゃなかったんですか？ええ、そうです。ただどうも事件の周辺には黒川学園の出身者が異常に多いようで、みんな間宮さんと同じクラスにいました。まず北方先生がそうですし、それと赤池さんという方にも会いました。彼のことも覚えてます？まあ同級生ですから一応。そしてその方々がみんな楠本満君の一件を間近で見ていたわけですよね？そうですね。でも誰にとってもあまりいい記憶じゃありません。わかります、そうでしょうね。
痴漢被害はでっち上げですよね。はい。江原昭弘にお尻を触られたって例の件です。あなたは彼とグルだったんじゃないですか。示し合わせて痴漢騒ぎをでっち上げた。お帰りください、今すぐに。ちょっと八神さん。誰も痴漢の被害者と加害者がグルだなんて思いません。そんなことしたって無意味ですから。でもそれが殺しのアリバイ工作になるなら意味が出てきます。殺人より痴漢の罪をかぶる方がずっと軽い。そうやって江原は自殺した息子の復讐に御子柴博を殺害したんです。ただしその偽装工作を成立させるためには痴漢被害者であるあなたの協力が必要です。すぐに出て行かないと警察を呼びます。早く出て行って。江原とあなたとの接点が俺らにはしばらく分かりませんでした。けど沢陽子が黒川学園の卒業生だと気づいた時、関係者たちのつながりが見えてきた。沢さんは教師として江原の息子を教えていて、あなたとは高校時代の同級生でしたから。そしてそのことについて話を聞こうとしてた矢先、彼女は神室町の半グレに殺されてしまった。その半グレたちの目的はあなた方の高校時代の担任、北方先生です。何なの。間宮さん、北方先生がどこにいるか知りませんか。彼は桑名という便利屋を名乗っていましたが、沢さんが殺された事件の後連絡が取れなくなっています。知りませんよ、十何年も前の先生なんですから。もう顔だって思い出せないくらい。なるほど。でも多分北方先生はあなたのことを忘れてないと思いますよ。その証拠があります。え？これですよ。13年前の黒川学園の一コマです。この映像に見覚えはありますか。この動画を俺は北方先生の事務所で見つけました。大事に隠し持っていたようです。表示されている日付は楠本満が校舎を飛び降りた当日。彼がいじめられている様子をあなたも笑って生やし立てていた。旦那さんとお子さんがいない時でよかったね。こんなの見られたら驚いちゃうよ。この動画の件で北方先生から何か言われたことはないですか。決して。画面を見る限りこの動画は隠し撮りされたものです。これが存在することを間宮さんはご存知でした。ここに映ってる満くんは今も意識が戻らずにいるみたいだけど、当時責任を問われたのは河合信也一人だったよね。いや、それと教師を辞めることになった北方先生もか。でもあんたらは知らんかを決め込んでこんな幸せな家庭を持ってる。何？向こうが気になるの？間宮さん、いつかこんな風になると思ってた。どういうこと？誰？この人が仲間を呼んだんだ。
めちゃくちゃになっちゃったね。見覚えのある顔が出てきたな。こいつは赤池さん、30歳、黒川学園の卒業生だ。やっぱりみんなつながってた。どうする八神さん、こいつらってつくもくんの小指折ったやつらだよね。ふん、仕返しに指折ったりすんなよ。それよりここにいちゃまだ他にもお仲間が襲ってくるかもしれない。ひとまず安全なところに場所を変えよう。もちろん間宮さんにも一緒に来てもらう。え？騒がずについてきてください。でないとこの動画がうっかり流出しちゃうかも。で、昔からお前ら人の了解も取らねえでいきなり押しかけてくるんだ。僕らが知る中じゃこの場所が一番安全なんだもん。頼れる仲間がいるっていいね。そんなに長居しないって頼むよ東。そういう問題じゃねえ。ズうずうしいにも程があんだろ。礼儀の問題だ。どうします、もう一回しますか。そういえばね東さん、海藤さんが横浜でお腹刺されたんだよ。はあ、なんだと。海藤の兄貴が誰に。まあその辺は俺らの話を聞いてりゃおいおいわかるから。こちらは間宮由衣さん、さっきは仲間を呼んで俺らを襲わせたって人だよ。はいはい、そうですね。そんなのはどうでもいい。兄貴に何があったんだ。てめえ、もう返しは済ませたんだろうな、八神。くっそ、ある系のガキどもか。兄貴もなんだってあんな奴らにやられちまうんだ。ひとまず東さんも落ち着いたみたいだし、そろそろ本題に入る。マミヤさんも観念してるでしょ。私をどうするつもり。知ってることを全部教えてほしいんです。あなたをどう扱うかはその後で考えます。もうさっさと終わらせて。聞きたいことは何？まず例のいじめ動画だけど、あれはどういうものなんです？俺はあのデータを桑名と名乗っていた北方先生の部屋で見つけました。つまりあれは彼自身が隠し撮りしたものだった。そう。じゃあ桑名はあんたらもいじめに関わっていたことを13年前からずっと知ってた。そう。でもさ、それならなんで世間的に河合真也だけがいじめ加害者になってんの？あの動画を桑名さんは誰にも見せなかったわけ？私たちもあんな隠し撮りされてたなんて知らなかった。動画があるのを知ったのも、すぐに公開されなかった理由を知ったのも、学校を卒業したずっと後。動画が公開されなかった理由は？北方先生があれを公開しなかったのは、私たちのことを一生指導し続けるため。え？もし事件当時あの動画が世に出ていれば、確かにそれはそれで大変だったでしょうね。実際河合はネットで顔も実名も晒されて、損害賠償を何千万とさせられてるし。あんたたちも同じ目に遭ってたかも。いえ、多分私たちはその他大勢のいじめ加害者だったから、一時的に叩かれはしてもいつかほとぼりが冷める。まだ子供だったってことで。でもそれはあくまでもあの時すぐに動画が公開されてたらの話。今はその時と状況が違うってこと？私には
小さな子供がいる。優しい夫も、居心地のいいマンションも。今あの動画が世に出たら全部失うことになる。それにうちの子はどうなると思う？友達を自殺させた女の息子は絶対いじめの標的にされる。人生が台無しになる。しかもあれはただのいじめ動画じゃない。ミツロはその日の夜に校舎から飛び降りて、今も意識が戻ってないんだから。あんたたちは自分らがガキだった頃より失うものが大きいわけか。私以外のメンバーにしても同じ。黒川学園ってなかなかレベルが高くてね、大抵卒業後はいい大学に進学していい会社に入ってる。自分で起業したやつもいるし、新しい家庭を持ったやつも。そっか、そいつらもあんたと同じなんだ。あのいじめ動画を公開されたら全部ぶち壊しになっちゃう。そうよ、わかる。要するにあの先生は私たちの未来が輝き出すのを待ってたの。ダメージが一番大きくなるタイミングを。そしてある日連絡を取ってきたわけ。動画に映っていたいじめっ子たちにね。桑名から連絡があったのはいつ？5年前、まだ赤ん坊だった息子と一緒に散歩してた時、公園で先生は私に声をかけてきた。昔とは別人みたいな暗い目をしてね。そしてその場で持ってたスマホに例の動画を再生してみせた。ほんと異常者。僕には動画に映ってたあんたらも十分異常者に見えたけどね。本当にそう？似たようなことをあなたは絶対にやってない。自分より弱い子に意地悪したことは、みんなと示し合わせて人を無視したことは、誰だってやってる。私たちはその相手にたまたま飛び降りられて、たまたま隠し撮りされてた。よりによってなんで私がこんな目に。あんたがそういう人だからだと思うよ。安全なところから人を追い詰めて、自分が何かされた時は盛大に泣き叫ぶ、そういう人だからだ。5年前って言ったな、桑名があんたに動画を見せてきたの。それで思い出した、白崎先生がカムロ町で調べてた件だがよ。ん？さっき名前の出てきた河合信也、あいつが知り合いらしい連中に車で連れ去られたのも5年前って話だったぜ。やっぱりあんたらだったんだな、カムロ町から河合を拉致したのは。そして殺した？違う、私たちじゃない。そんなことできるわけない。私たちじゃないってことは、違う誰かが殺したってこと？つまり河合が殺されたのは間違いないんだな。私たちは先生に河合がカムロ町にいると聞かされて、力ずくでも何でもいいからとにかく連れてこいと言われただけ。桑名はその理由を何て言ってた？あいつと一緒に全員で心からの謝罪をしてほしいからって。もし断ればあのいじめ動画が流出する。それでみんなで河合を迎えに行った。ただあいつは先生のところへ行くのを嫌がった。河合には別に失って困るようなものなんてなかったから。あんたらにとってはそれじゃ済まない。ええ、だからだいぶ揉めて、結局は車に押し込むみたいになっちゃって。カムロ町で目撃されたのはその時のやり取りだったんだろうな。で、それ以来河合は消息不明になってるわけだが。先生が指定した場所は
横浜の埠頭で、私たちはそこへ河合を連れて一緒に精一杯頭を下げた。そしたら先生は河合だけ残して、あとはもうみんな帰っていいって。桑名と河合がそこで二人きりになったんだな。そう。そしたら次の朝、携帯に先生からのメールが届いてた。それにはなんて？文面は何もなくて、ただ動画がついてた。スマホで撮った。そこに映ってたのは、神室町で河合を車に押し込んでいる私たち。先生はあの時の私たちをこっそりそばで隠し撮りしてたわけ。その動画にはみんなはっきり顔が映ってた。河合が声を上げてたのを口塞いだり、事情を知らない人から見ればほとんど誘拐。その動画を見てたら、もう一通先生からメールが届いた。今度は画像が一枚だけ。でもそれを見て凍りついた。もう先生からずっと逃げられないんだって分かった。河合が死んでる写真だった。その2通のメールを見たら誰だってこう思う。私たちが河合を車に押し込んだ後、それを殺したって。桑名にしてみれば、それで完全にあんたらの弱みを握ったってことか。その時以来、私たちはもうずっと先生の言いなり。どんな要求も断ることはできなかった。何を要求された？あの人はね、私たちに人殺しの手伝いをさせるの。人殺し？どういうことなんだ？あんたらは誰を殺したってんだ？いじめ自殺を引き起こした加害者たち、それを先生は殺して回る。全国各地で手当たり次第、何年前に起きたいじめだろうがお構いなし。共通してるのは、自殺に追い込むようないじめに関わった人間だってこと。先生は河合を入れてもう7人は殺してる。7人？嘘でしょ。そんな、いじめ加害者への復讐、それを桑名は手当たり次第に。先生はそれが私たちにできる唯一の贖罪だって。人を自殺にまで追い込んだ奴らには必ず制裁が加えられる。いつかみんながそれに気づくまで、私たちは手を汚し続けろって。そうすれば第二第三のミツルを未然に救えるかもしれないから。どうしたもんかな。俺はちょっとそいつを応援したくなってるぞ。いや、ダメだって。じゃあ三越葉ヒロを殺したのもその一つか。三越葉は4年前に江原の息子をいじめ自殺に追い込んでる。それを桑名は江原に殺させてやったんじゃないのか。だからあんたはそのアリバイのために痴漢被害者を演じた。私だけじゃない。三越葉を車で拉致するにも人手がいったし、痴漢を取り押さえる役、それをスマホで撮影する役も、みんな先生の指示で動いてた。そういうことだったのか。先生とは暗黙の了解があって、私たちは直接殺しに手を下すことはしない。何かしら協力させられるだけ。標的をおびき出すとか、死体を埋める穴を掘るとか。でも先生から受けた指示は絶対に拒めない。
そんな真似したら河合を拉致する私たちの動画が警察に届けられる。そして私たちの指紋とかがべったりついた河合の死体がどこからか出ることになるの。そのために先生は河合の死体を冷凍保存までして隠してる。自分で殺した死体を冷凍保存。そいつがある限りあんたらはずっと言いなりってわけだ。桑名は13年前からずっと変わってないのかもな。いじめ動画を隠してたのも、偉人町の便利屋になったのも、全部初めからいじめ加害者たちを殺し回るためだ。そしてその地獄に教え子だったあんたたちをも巻き込む。いつか破滅する日までずっと。それが今日なのかもしれない。ただその前にもう一つ聞かせてくれる？何？カムロ町の RK って半グレたちが桑名を追ってる。その理由は、今あんたから聞いた話のどこにもあいつらは出てこなかった。そしてなんで沢陽子が巻き込まれなきゃならなかった？それは私もよくはわからないけど、ただ先生は半年くらい前に陽子ちゃんに電話で連絡を取ってる。星稜高校で起きた自殺のことを聞くために。星稜高校の自殺って江原敏郎くんのやつだね。あの件はもともといじめは関係なかったことになってたでしょ。裁判でも学校に責任なしとされてた。でも先生はたまたまそこの教師になってた陽子ちゃんから本当のところを聞き出したの。そんな話をどうやって？陽子ちゃんにしてみたら先生は自分と同じ立場だった。教え子に自殺されちゃった点では、だから気を許して全部話したんだと思う。そしてそれを聞いて先生は、やっぱり御子柴も罰しなきゃいけないやつだと確信を持った。じゃあ沢先生がその話をしてなければ江原も事件を起こしてなかった。今偉人町で起きている一連の事件もかもしれない。いや、そうじゃない。沢先生は桑名の正体も目的も知らなかった。話のわかる昔の恩師に悩みをこぼしただけのつもりだった。少なくともそれで殺されるような筋合いはなかったはずだ。私たちが殺したわけじゃないから。誰から？羊だ。もしもし。よう、俺が誰かわかるか？八神。桑名。ああ、俺のことを探してるみたいだな。あんた今どこだ？お前が一人で来るならすぐに会える。ただその代わり、マミやユイのことは解放してやってくれ。何？わかった。あんたと会えたらその時解放する。もちろんそれでいい。ならすぐに来てくれ。俺は今八神探偵事務所にいるよ。何？お前の椅子なかなかの座り心地だな。戸締まりはしといたはずなんだけどね。いいか、俺が会うのはあんた一人だけだ。それとあんまり待たせるなよ。気が変わるかもしんないからな。一人で会いに来いってさ。ちゃんと確認が取れたら間宮さんは解放していい。大丈夫なの？八神さんだけで。多分桑名はどっかから俺らを見てたんだ。ここに間宮さんがいることも知ってたわけだからな。お前を連れてって機嫌損ねたらまた消えられる。それだけは避けたい。そっか。まあこっちは任せとけ。それより急いだ方がいいんじゃねえか。
なんだ、また会いに来てくれたの、間宮さん。一旦桑名の代わりにあんたで我慢するしかなさそうだな。お迎えが来たよ、間宮さん。またさっきのゲーセンに戻るの？ああ、恨むんなら一人だけ逃げた先生を恨むんだね。東、もう沙織さんたちは呼んでくれたんだよな。おう、一通り説明もしといた。支度ができたらすぐこっち来るってよ。なんか言ってた白崎先生。桑名の正体やら目的やら教えるたんびにいちいち驚いてくれたぜ。ああ、東さんが調べたわけじゃないのに自分の手柄みたいに言ったわけねえ、八神さん。別にいいって。実際肝心の桑名には逃げられちゃったしな。だからまずは沙織さんからの依頼を片付ける。江原の痴漢事件を全部はっきりさせんだ。間宮さんにご協力いただいてさ。事件の事情聴取ってわけね。じゃあ白崎先生たち来るまでまだ時間あるでしょ。八神さんは一息入れてきたら。ん？そうか。みんな揃ったら電話するよ。ああ、俺もそれで構わねえぞ。そういや東、神室町で何か変わった様子は？ RK の連中はどうしてる？ああ、それなら昨日あたりから妙におとなしいってうちの門が言ってた。頭の相馬と阿久津が偉人町の方に行ってるわけだからな。くそ、あいつら今度戻ってきたらただじゃ済まさねえ。海東の兄貴がやられた分は俺がきっちり返してやる。返しってもう極道やめたんじゃなかったっけ？極道として言ってんじゃねえ、人としてやらなきゃならねえけじめだろ。その考え方が極道っぽくない？じゃあ人として取らなきゃならねえ敵討ちだ。ん？いや、モーラルか。全然違う方向に行ってるけど。とにかく俺は極道をやめても人間やめたわけじゃねえ、人としての筋を通す。はいはい、人間そう簡単に変わるもんじゃないね。もしもし、八神さん、杉浦。ああ、白崎先生たちがシャルルに着いたよ。間宮さんへの事情聴取の準備してる。わかった、そろそろ戻るよ。よろしく。ん？あれ？源田先生まで？なんだよ、俺にいられちゃ迷惑か？まさか、そんなつもりで言ってませんよ。うちの沙織君がコケにされたんだ。どんな相手か面を拝んでやろうと思ってな。なんなの、こんなに大勢で。お待ちしてました、八神さん。これから例の痴漢事件について間宮さんから真相を伺っていきます。ああ、すると改めて沢先生のことはお気の毒でした。本当に彼女は桑名が RK に追われてるところへ巻き込まれたように思う。でもその追われてる理由がまだよく分かってない。そいつを探るには桑名の行動を振り返ってみる必要がある。ええ、ってことでまずは例の痴漢事件からだ、間宮さん。
さっさと終わらせて。あのさ、ふてくされんのはいいけど、ちゃんと聞くことに答えてよ。江原の痴漢事件は三越葉殺しのアリバイを偽装するためのもんだった。で、桑名はあんたに痴漢被害者を演じさせ、警察から法廷までまんまと出し抜いた。もし間違いがあったら言ってもらえますか。はいはい。電車であなたに痴漢したのは江原さん本人ではなく、その替え玉でした。他にも痴漢をでっち上げるために協力者がいたそうですね。そうよ。その時桑名はどうしてたんだ。偉人町にいたのか、それとも都内の方に。さっきそこのお姉さんが言ってたでしょ、江原さんには替え玉がいたって。うちの先生がまさにその替え玉。桑名が自分で江原の替え玉を。この江原が実は桑名だったわけか。そう、先生と江原さんは体格がほとんど一緒だったし、出なきゃこんなトリック思いつかなかったんじゃない。でも口元の感じとかは全然違うよ。本当にこれ桑名さん。あの口元は作り物。江原さんの顔をスキャンして 3D プリンターで作ったんだって。はあはあ。 3D プリンターってのは、PC 上で作った形のデータを実際に液状の樹脂とかで実体化する機械です。例えば人の顔も PC が形を読み取れば 3D プリンターで精密に再現できます。私もよくは知らないけど、それを使って先生は江原さんになりすましてた。こんなのですよね。ほら、 3D プリンターさえあれば簡単にこういうものが作れてしまうんです。なんだこれ。なるほど。目はサングラスで隠してるし、顎のつなぎはマスクでごまかしてる。いやすごいですよこれ。むしろ口元がはっきり見えてるもんだから別人だなんて思ってもみませんでした。そりゃたかが痴漢と思ってたら検察もコロッと騙されちゃいますよ。感心してる場合じゃありません。騙されたのは我々弁護人も同じです。あ、ですよね。桑名が江原の替え玉だったとして、まだいくつか疑問の残る証拠があるな。そうですね、私も同意見です。疑問がある証拠って例えばどれですか。この証拠にはまだ説明がついてない。これって警察は江原を捕まえた後、手の付着物を調べてる。で、その微物検査によると江原の手から間宮さんの下着と同一の繊維が出た。ええ、痴漢を替え玉にさせてたなら江原さんは間宮さんに触ってないはずです。なのに江原さんの手には接触を示す証拠が残っていた。おかしいですよね。ここにも何か細工があったのかな。そんなの簡単。私電車に乗る前、ホームの地下で本物の江原さんと会ってたんだから。そこで手にしてた自分の下着を江原さんに触らせたの。微物検査の繊維はその時のもの。あとはその下着を私がトイレで履いたらおしまい。要するに江原さんの手についてた微物は私たちが警察に検出させたってこと。痴漢の動かぬ証拠としてね。法廷じゃみんなそれをありがたがっちゃって笑いをこらえるのが大変だった。だいぶ口が滑らかになってきたじゃん。その調子だよ。あんたはこれを見てどう思うんだ。やめてよ。なんで目そらす。あんたはこれをアシストするために痴漢の被害者を演じたんだろう。
そうだけど。この動画は誰がネットに上げた？先生、最初から江原さんに有罪判決が出たらネット上に公開するって言ってた。それも含めて全部計画通りか。そう。先生はいじめ加害者に甘すぎる方が許せない。それは江原さんも同じ。息子さんの自殺が原因不明で片付けられちゃった人だし。だからあの人たちは今回の計画を立てたの。法廷で証明された痴漢行為を殺人のアリバイにする。しかもその時殺すのは罪に問われなかったいじめ加害者。それでこれ見よがしに罪を逃れてみせたら世間はどう思う？桑名と江原の本当の狙いは法を嘲笑ってやることか。すると彼らの狙いはうまくいってるようですね。法廷は警察まで巻き込んでみっともなく動揺してますから。やっぱり江原は捨て身だったんだな。自分の罪を逃れることは二の次で、法を恥ずかしめるために痴漢の汚名まで着てみせた。ええ、警官だった江原がそこまで思い詰めたんです。息子に死なれたのに誰もその責任を取らず、裁判所も臭いもんに蓋するような判決を出した。だから桑名と一緒に動いた。察するにあまりあるってもんだ。ええ、いいコンビだよね。先生と江原さんはもう失うものがないから、私たちだけがリスクに怯えて協力させられてる。今もそう。もう終わりにしてくれない？いいかな、これ。何なの？事件前、江原はこのカードを使って池袋の自動改札を通ってる。その時刻が記録されてた。ねえ、10月7日の午前7時43分です。ありがとう、星野君。八神さんのお役に立てて嬉しいです。三越葉の死亡推定時刻は早くても7時半。もし江原が偉人町で三越葉を殺したんなら、その後13分で池袋まで移動しなきゃならない。はっきり言って無理だ。なんだ、そんなこと。ん？そのカードはあらかじめ先生が江原さんに借りて改札を通したの。そして痴漢騒ぎを起こした後、江原さんと入れ替わる時に素早く返した。これでどう？江原さんの手には入場時刻の記録されたそのカードが残るでしょ。改札の入場時刻までアリバイの小道具に。言われてみれば単純なトリックですね。ただそもそも痴漢が殺人のアリバイに利用されるなんて誰も疑いません。ああ、しかも裁判の時はまだ三越葉が殺されたことを誰も知らずにいたからな。やってくれるよ。まだ他に何か？八神さん、もういいんですか？ああ、十分だと思う。痴漢に限って言えば江原は冤罪。少なくとも検察の並べてる証拠は全部ひっくり返せることが分かった。先日の法廷は意図的に誤審を誘導されてたんです。控訴申し立てに動こうと思います。控訴って言うと痴漢の裁判をやり直すってことですか？そこで江原や桑名のしてきた行動を暴き、誤った判決を正さなくては。いや、そいつは難しいかもしれんな。どうしたんです、源田先生、何か問題でも？いや、そもそもこの間の裁判は江原本人が有罪になるように仕組んでたんだぞ。依頼人にその気がなきゃ控訴なんて無理だ。弁護人だけがいくら控訴申し立ったって、江原がそいつを取り下げちまえばそこまでなんだから。そこは明日にでも江原と話したいですね。
けど、まずはこっちで揃えた材料に奴がどう反応するかです。そうですね。ではそれはしかるべく、明日拘置所で待ち合わせましょう。わかった。じゃあ今夜はもう解散？ああみんなお疲れさん、ゆっくり休んでくれ。